保湿シートを買う金はちょっとケチってるので、まあ、ブルーシートでそれなりに代用できればいいんじゃんっていう感じで、ブルーシート敷いていきます。はい、今あそこのカメラで撮影してるんだけど、衝撃的なものを見つけ、ようやく今見つけたので、はい、これ分かるかな、この通風口の右にあるあのポコって丸いやつ、あれね、スズメバチの巣だわ。や、今さら見つかるってどういうことよ。じゃあちょっと小づいて小づいて落とすかな。はい、ブルーシート今敷きました。で、蜂の巣が、であと蜂の巣もついに発見できたんで、まあそれはそれでいいと思います。はい、なので塞いで、ツンツンって落として、それからにしようかなって感じです。はい、まあまさかあんな四角にあるとはね、思わなんだ。まあ、ブルーシートだったら切れ込み入れて床塚を通していけばまあいいのかなっていう感じです。まあ、結局ブルーシートを切るっていう手間が結構難儀なんだけどね。まあでもブルーシート引いたら結構匂いが消えた、かなり。だからブルーシートを引いてもまあそれなりに効果はあるんじゃんっていう感じです。この上にゼオライト
2体ぐらい引いて、まあ、頑張ってきます。